The Southland's number one choice for news. Fox 11 News at 10. This is Q13 Reports at 10. Working for you, this is News for New England. Live from the Fox Television Center, this is Good Day LA. Live from WHDH-TV Boston, this is 7 News at 4 on the news station. コレステロールを大幅に減少させるカプセル剤が開発されました。臨床栄養学のアメリカンジャーナル誌によると、レッドイーストライスはコレステロール値を 15% も減少させるということです。ある種の薬草はコレステロール減少に役立つと知られてますが、今回のこのコレスティンはレッドイーストライスが原料で、コレステロール値を 15% も減少できるという優れたものです。最新の研究によると、薬草成分の健康食品コレスティンでコレステロール値が下げられます。昔からの中国の食べ物がコレステロール低下に役立ちます。UCLA の研究によると、人気の健康食品コレスティンは健康のバランス維持に役立ちます。コレスティンの原料であるレッドイーストライスは中国で古くから健康維持に効果があることが知られています。コレスティンはコレステロールの高い人のために開発された健康補助食品です。偽薬と比較するとその違いは明白で、悪玉コレステロールを 15% を減少させました。研究では服用と同時に適度な運動を進めています。また全ての補助食品のご使用前に、他の薬との併用による副作用については必ず医師に相談してください。先日紹介したコレスティンは良好なコレステロール値を保つ健康食品ですが、政府はこれを薬だとして FDA の許可なく販売はできないとしましたが、昨日の裁定で1994年成立の栄養補助食品教育法による健康食品として正式に販売を許可しました。こんばんは。 CNN-FN キリー・ピルグリムです。ニュースキンの株価は22ドル4分の3まで上昇しました。連邦判事の裁定で FDA はニュースキン社所有のファーマネックスの製品コレスティンの販売を許可しました。コレスティンはコレステロール値を下げる補助食品、薬ではなく健康食品として期待されています。ニュースキン社の株価は急騰しています。You are watching KSL5. This is Eyewitness News at 10. ユタ州の健康食品会社が今日厳しい裁判に臨みました。この結果は消費者に対する商品としての枠を超え、この産業全体の未来を占うものとして話題を呼んでいます。こんばんは、ディック・ノーツです。リタです。ユタ州の連邦判事より全米の健康食品ユーザーへのニュースです。 FDA がコレステロールを低下させるカプセル剤の販売規制の裁判に負けました。裁判所担当のリチャード・パイエットが裁判所前から中継でお送りします。ユタ州の健康食品会社が生産し販売するコレスティンです。全米の消費者にとってこの裁定は一つの商品以上の意味があります。コレスティンはプロボシのニュースキン社所有のファーマネックスが開発。研究によると、赤い小さなカプセル剤が健全なコレステロール値を維持します。コレスティンの主成分は中国産のレッドイーストライス。その成分がコレステロールを下げる処方薬メバコールの成分とほとんど同じとされています。しかしメバコールが認可された薬であるため、 FDA は裁判でコレスティンの販売を規制しようとしたところ、ユタ州の連邦判事はそれを却下しました。FDA はコレスティンを市場から締め出そうとしたんですよ。何分にも成分がメバコールと驚くほど似てますからね。さて、次の医学関連ニュースです。コレステロール値を下げる製品のメーカーが FDA を相手取り裁判となっていましたが、連邦判事はレッドイーストパウダーが主成分のコレスティンの販売禁止を撤回するよう FDA に命じました。 FDA はこの成分が医薬品に分類されるとしましたが、判決はあくまで健康食品の処方に合致するものだということです。
地球は神秘的な力にあふれています。人類は数千年にわたってその仕組みを知ろうと努力してきました。いにしえの賢者たちは自然の持つ不思議な力、病気を克服するための知恵をかけがえのない宝として語り継いできました。過去の知恵と現代科学を融合して私たちの生活に生かすこと、こうした考えからパーマネックスは誕生しました。品質に対する比べようのないこだわり、仕事に対する情熱とビジョン、一層の安定と強さ、充実した研究システムと知識の蓄積、この結果パーマネックスはグローバルカンパニーとして急成長し、その製品は今や南北アメリカ、アジア、ヨーロッパと世界の隅々にまで行き渡っています。消費者のための企業としてパーマネックスは消費者の変わりゆくニーズに品質を落とすことなく迅速に対応します。自立した企業としてパーマネックスは将来に向けてしっかりとした設計図を持つ信頼できる会社です。そして一つの世紀が終わりを迎え、次の夜明けが来るようにパーマネックスは来るべき21世紀に向けて大きく羽ばたく類いまれな機会を提供します。過去より長く語り継がれてきた人類の知恵と現在の最新科学の融合、パーマネックスは未来を加速する企業なのです。他人の研究結果を流用するのは我々のやり方ではありません。我々は基礎研究に力を入れ、製品を一から開発し育てていきます。その結果、安全かつ効果の高い未だかつてない製品が生まれてくるのです。1994年、アメリカの下院は栄養補助食品教育法を可決しました。これは医療費の経済的負担を軽減するためでした。この法律により製薬会社は消費者に向けて自然健康食品の効用を説くことができるようになりました。栄養補助食品教育法は1994年に市民から大きな注目を浴びました。下院にあれほど多くの投書が来たのはベトナム戦争以来だということです。この法律は我々科学者や栄養学の研究者に活躍の場を与える一方、危険もはらんでいます。しかし製薬会社がより良い製品を目指し研究を惜しまず臨床試験をしっかり行うのであれば、将来の健康栄養食品の発展に向けた大きな一歩だと思います。29の特許を持つ新薬開発のスペシャリスト、マイケル・チャン博士。栄養補助食品教育法の成立が近いと読んだチャン博士は、それまで勤めていた製薬会社を辞職し、長年の夢を実現するためにパーマネックスに入社しました。その夢とは、優秀な研究者とチームを組み、これまでの常識を破る全く新しい健康食品を開発することでした。チャン博士の情熱は各方面の一流の医者や科学者たちの心を揺り動かし、ここに健康食品界のドリームチームが誕生しました。その中でも特にパーマネックスの使命に共感してチームに参加したのは、まずカール・デラシ博士。スタンフォード大学の科学教授で、アメリカ科学勲章と技術勲章を両方受勲してピルの開発者としても知られています。中西浩二博士、コロンビア大学名誉教授で科学教授であり、世界でも指折りの自然食品の権威として知られています。デビッド・ヒーバー博士、アメリカ栄養学会の理事でカリフォルニア大学医学部臨床栄養学科の主任を務めています。ジェームス・リッピー博士、生活医療研究センターの所長でタフツ大学医学部の助教授です。レスター・ミッチャー博士、カンザス大学薬剤科学科の教授で抗酸化研究のエキスパートです。この他にもチームには40人を超える研究者が参加しました。彼らの目的は、最先端の科学技術を栄養学の分野に応用し、革新的な自然健康食品を開発すること。安全で安価で効果が高い健康食品を消費者に提供することです。こうして最先端の科学技術、分子細胞学、薬学、医学、栄養学の知識が5000年にわたって蓄積されてきた漢方の知識と融合し、ついに夢の健康食品が出来上がりました。効果の高い自然食品を作る基本は、
薬草の成分をできる限りそのまま使うことです。不必要な成分、有害な成分だけを抽出して除外し、飲みやすい形に整えます。ここに薬品開発に向けられるのと同じ厳しい開発基準を当てはめ、あくまで薬品として開発していきます。消費者が求める品質の高い薬品レベルの健康食品はこうして初めて生まれるのです。今日ファーマネックスは科学的に標準化され、効果が証明され、最高品質にて消費者からも価値が認められています。しかし最も優れている点は、常に高品質の製品を提供し続けるために、全てのレベルで全米植物性薬学産業の新標準になるべき厳しい品質チェックにあります。薬草の仕入れ、品種の厳選、成分の抽出と規格化、薬学的試験、安全性と毒性試験、臨床試験、品質管理、製造管理、こうした基準のもと、ファーマネックスはアメリカと中国の最新式の工場において、世界で初めて製薬技術を導入した高品質で安全で均一な漢方薬を製造することに成功したのです。こうした科学的なアプローチこそ、年間135億ドルといわれ、年に10億ドルの成長を続ける健康食品産業において、ファーマネックスがトップにいる理由です。製品の効果は臨床的に何度も証明されています。ファーマネックスの製品は今や健康食品業界の基準なのです。我々の目標は、中国の薬草から作り出した製品を常に高い品質で提供することです。製品を購入した人が必ず効果を実感できるような製品、そんな高い品質の製品を消費者に提供することが我々の目標です。これまでの健康食品やビタミン剤の悪いところは、効果があるという証明がないことでした。科学の基本は証明することです。我々には効果があるという証明があります。医師とも頻繁に意見を戦わせ、違った立場から製品の効き目を確認するようにしています。研究者としての意見ですが、栄養補助食品で最も大事なことは、まず効果があるという証明があること、そして成分表に書いてある通りの成分がきちんと含まれていることです。ファーマネックスはその2点に最も力を入れています。心臓専門医として非常に高く評価しています。ファーマネックスの革新的製品は、社会の要請に合わせて開発されています。例えばアメリカでは5600万人が健全なコレステロール値の維持に悩んでいると言われています。心臓の病気で死ぬ人の数は、他の病気で死んだ人を合わせた数より多いんです。私は心臓専門医ですから、私のクリニックには心臓に深刻な問題を抱えた人が大勢通っていますが、本当はもっと日々の生活の改善に取り組んで、コレステロール値を下げ、体を動かして、タバコをやめるなどの努力をした方がずっと効果があるんです。コレステロール値を下げるのが健康にいいことは、この20年間各方面から叫ばれ続けています。ですからその事実は新しいことでも何でもありません。しかし問題があるアメリカ人5600万人のコレステロール値を実際に下げることができるとなれば、それは大変なことです。コレスティンの主成分である米から取れる紅麹が心臓の健康にいいことは、中国では古くから知られていました。この効果に着目したファーマネックスは、徹底した研究により紅麹の効果を科学的に証明することに成功しました。そして臨床試験によりコレステロール値を正常に保つ効果があることも分かりました。コレステロールは酢酸からできます。例えば体内に酢酸を取り込むと、いくつかの酵素と連鎖反応を起こして、20分もすればコレステロールに変わります。コレスティンには酵素の結合をブロックする力があるんです。コレスティンこそ栄養補助食品教育法の理念を体現した製品と言えるでしょう。コレスティンは健康を増進する自然食品であり、経済的な負担もかからないのです。
アメリカにはコレステロール値が200から240の人が5600万人います。彼らは病気の予備軍ではありますが、病気ではありません。医薬品を使う対象ではありませんので、今のところコレスティン以外にコレステロール値を下げる手段はないんです。もしコレステロール値240以上の人が3700万人いたとして、そのうち600万人が医薬品を使えば、それだけで50億ドルもかかるんですよ。中高年の男性と閉経後の女性にとって高いコレステロール値は大きな悩みです。低脂肪の食事と定期的な運動とを組み合わせてコレスティンを服用すれば効果があることは証明済みです。コレスティンが安全で効果的な製品であることは様々な実験によって確認されています。中国で行われた実験では、コレスティンが肝臓の働きを阻害することなくコレステロール値を下げるという結果が出ています。我々の実験でもダブルブラインド試験を行いました。 UCLA でも厳密な実験を行いましたが同じ結果が出ています。タフツ大学でも公開実験が行われましたが、やはり同じ結果が出ました。私はあちこちから学者を招いて何度か臨床実験を主催しています。現在私の研究室で3回目の臨床実験を行っていますが、これまでの実験でも今回の実験でも満足できる結果が出ています。私と私の患者がそうだったように、実験をすればするほどコレスティンの効果は疑いようのないものになるんです。北をクンルン山脈、南をヒマラヤ山脈に挟まれた地帯には、世界でも幻と言われる植物が存在します。冬虫夏草。およそ5000年前に遊牧民によって発見されたこのキノコは、標高4000メートル以上のチベット高原にだけ育ち、その存在は長い間西洋には知られていませんでした。明の時代にはこの貴重な植物を食することができるのは皇帝だけでした。ファーマネックスは冬虫夏草の菌を独自の方法で培養し、コーディマックス CS4 として製品化することに成功しました。その結果、コーディマックス CS4 は中国の厚生省からも第一級の漢方薬として認可を受け、中国政府の知的所有物として保護されています。心臓にもいいですし、活力も湧くということです。コーディマックスには本当に様々な効果があると言われています。中国で行われた臨床試験では、心肺能力が実に 9% もアップしたと報告されています。これは大変な数字です。どういうことかというと、階段を上るときに息が切れなくなったり、日常生活をより生き生きと送れる、そういうことなんです。ほとんどの人は年を取ると肉体の衰えを感じます。活力が失われ、スタミナもなくなります。コーディマックスは肉体の活力とスタミナをアップさせます。その証明もあります。体がだるい、でもやらなきゃいけないことがある、そういう時コーディマックスがあればもう一頑張りできるんです。セント・ジョーンズ・ウォート、別名西洋オトギリソウは薬の父、ヒポクラテスのギリシャ時代から効果の高い薬草として知られてきました。今日西洋オトギリソウは自然の生薬として世界で最も注目される製品です。安全で効果の高い気分向上のための自然生薬、それがオトギリソウです。オトギリソウの販売額は1年に100倍もの勢いで伸びています。しかしオトギリソウであればどの製品も同じというわけではありません。多くの製品は乾燥させた薬草をカプセルに詰めただけに過ぎないのです。最近の研究でオトギリソウに含まれる効果の高い成分はアルコールによってしか抽出されないことが分かってきました。その方法を使っているのはファーマネックスの製品だけです。成分の抽出はアルコールだけか水とのコンビネーションで行います。我々はできる限り純粋な成分を抽出するために、温度や細かいコンディションにも気を使っています。
管理の行き届いた施設で製造されるファーマネックスのバイオセントジョーンズは最も信頼できる西洋オトギリソウ製品です。バイオセントジョーンズとコーディマックス CS4 の組み合わせはストレスの多い現代社会を力強く生き抜くための必需品です。気分を向上させる効果は臨床的にも証明されています。コーディマックス CS4 の疲労回復効果と組み合わせればさらに効果は上がります。我々は現代社会の問題を見つめています。この製品を使えばより前向きに生きることができるんです。胃腸は2億年前から存在する地球上で最も古い種です。中国の南部には胃腸が群生し、木の寿命は1000年にも達します。胃腸の効能を記した最も古い文献は紀元前2800年にも遡ります。以来胃腸は世界中で生薬として珍重されてきました。研究によって胃腸の成分ギンコライドのうちギンコライド B こそが最も大きな効能を持つことが分かっています。ファーマネックスのバイオギンコはギンコライド B を多量に含む胃腸の成分を独自の方法で濃縮したものです。記憶力と集中力が上がり、手と足と脳への血流を促進する効果があります。巷に出回っている胃腸製品のほとんどはギンコライドにフラボノイドを混ぜただけのものです。バイオギンコは最も効果の高い成分を元の成分に一切の添加物を加えず濃縮した製品です。有効成分が最も多く含まれる時期を見計らって胃腸を取り入れてそれを濃縮します。後から成分を足したりすることはありません。バイオギンコ277は他社の製品と比べてより大きな効果があることが証明されています。年を取ると物忘れが激しくなるものですが、バイオギンコは近い過去の記憶力をアップさせます。中国の浙江省は中国で、おそらくは世界でも最大のお茶の産地です。水に次いで消費量の多い飲料お茶は世界の各文化に根付いていますが、中国人はお茶の持つ薬としての効能に古くから注目してきました。西洋で一般的な紅茶はお茶の葉を発酵させて乾燥したものですが、軽く蒸して乾燥させるだけの緑茶は葉に含まれる成分をそのまま含んでいます。お茶の成分ポリフェノールには活性酸素を中性化させる効果があります。緑茶には他の植物には含まれないカテキンと呼ばれる成分が多く含まれています。研究の結果、カテキンには DNA を活性酸素などによって受けるダメージから守る効果があることが分かっています。ティーグリーン97は他のどの緑茶製品よりも多くのポリフェノールを含んでいます。ティーグリーンは効果の高い抗酸化成分 EGCG や ECG を豊富に含むだけでなく、ファーマネックスはお茶の葉からポリフェノールだけを抽出しカフェインを抜くことに成功しました。抗酸化作用のあるものとしてはビタミン E、ビタミン C、赤ワインなどがありますが、我々の研究により緑茶の成分の中に含まれるカテキンこそ最も強力な抗酸化作用を持っていることが判明しました。カテキンは最も強力な抗酸化作用を持つ自然物質です。ティーグリーンの1カプセルは緑茶4杯分に相当し、しかもカフェインは全く含まれていません。この結果、ティーグリーンは免疫力を高め、ストレスや公害への抵抗力、活性酸素に強い体を作ります。常に科学の最先端にあることを目指すファーマネックスは一流の研究機関、大学と提携しています。最近ロサンゼルスにファーマネックスの研究所を開設したばかりですし、各大学とも協力して研究を行っています。カンザス大学、コロンビア大学、サンディエゴのスクリプス研究所、北京大学、上海医科大学とも提携して研究を行っています。
自然健康食品企業は将来大きく成長すると見られています。2010年には世界中で250億ドルの売り上げがあると予想されています。栄養補助食品は健康を維持する上で非常に重要な役割を持っています。ファーマネックスのようにモラルと科学的な情熱を持って製品を開発する企業の存在は我々にとって非常にありがたいことです。しかし残念ながらファーマネックスのような企業は今のところ稀な存在なのです。ファーマネックスの基本は科学です。我々の目標は最新の科学で栄養補助食品の分野を切り開くことです。そして我々は成功しました。我々はこの分野で最良の製品を提供しています。我々が開発した製品は3万5000店舗で取り扱われていました。我々が最も苦労したことは他社の製品との違いを消費者にどう説明するかということでした。我々のバイオギンクは他社の製品とどう違うのか、この製品が最高の品質であるということを理解してもらうのが大変でした。そのためには一人一人のお客様と会って製品の良さをじっくりと説明するのが一番です。そこで我々は3万5000店舗から商品を引き上げて、我々の販売員が一人一人のお客様に販売するというネットワークディストリビューションという方法に着手したのです。自然により供給され、科学により証明される